モーニングジャム。トリフォおもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語工場長おすすめセットプレゼント。この糸物語工場長おすすめセットというのは、飲むヨーグルト、飲むヨーグルト博多魔王、食べるヨーグルトプレーン、食べるヨーグルト微糖、ミルクのせいというミルクジャムがセットになったもの、はい、本当に豪華なセットです、ね。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージをお寄せください。でね、こういうね、工場長おすすめセットみたいなものっていうのは、あのやっぱお中元とかね、お歳暮の季節にはやっぱこう出てくるものだっていう風なことらしいので、はい、あのまあね、おもろい家族で一生懸命頑張る、もしくはお中元お歳暮の季節に、誰に送るわけでもない自分に送ろうかしら。そういうことですね。はい、そういうところで、はい、買っていただければなというふうに思います。さあそれではね、今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう。はい、まずはね、こちら男性の方、高幸さんですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。最近ちょこちょこインスタグラムの話が出てきますよね。はい、で中地がインスタ楽しいとか、インスタ始めませんかとリスナーに言うのを聞いていて、自分もアカウントは数年前から持っているんですが、投稿したことはなく、もっぱら中地や同級生の投稿にいいねを押して見ているだけだったんですが、中地に習ってなんか投稿しようかなと思ったけど、なんせネタがない、趣味もないし料理もできない。そんなある日、子供たちと風呂に入っていたら、長男から、パパ背中にめっちゃ長い白い毛、白髪が生えてるって言われたんです。どうやら宝毛が背中に生えたらしく、これだと思い立って長男に写真を撮ってもらいました。いざスマホの写真を見てみたら、宝毛はバッチリ写っていたんですが、その背景に次男の真っ裸の姿が写り込んでいて、おちんちんまで見えてるんです。これじゃ使えないから再度長男に写真をお願いしたら、もう宝毛が抜けてなくなっているとのこと。いいポジションで撮るために引っ張っていたら抜けてしまったらしく、結局次男のヌードが映っているので投稿はまだしてません。だから中地たちにだけお見せして成仏させますという そのね、何をそのインスタ始めると楽しいですよっていうことを私も言いますけれども、はい、そのね、あのまあ、写真を撮ってアップする、うんうん、なんかこうね、あの友達が見てくれたりだとか ねそういう風なことで、はい、だん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 楽しくなるっていう風なことなんですが、うん、最近は私のところにね、はい、あの見てくれる人がそんなにいないっていう悩みが届くんですよねその悩みが届く、うん、そんなにねそんなにそんなにそのね、普通の仕事してたらそんなにそんなにただ普通の仕事しててドカーンというね、フォロワーがいる人も、うん、いるんです。まあ私が結局インスタの先生って呼んでるんですけれども、うん、あのずっと美味しいものをあの取り続けているっていう、はい、もう最近はそっちの方が本業になりつつあるっていうことみたいですから、うんうんうん、本を出したりする方もいらっしゃいますもんね。そう、うん、だから私がね、あのいろいろ教えてもらった人も、はい、やっぱ本出してらっしゃるんですよ。そうですか。はい、だからあ、それはそれはやっぱすごいことだなっていうふうに思いますが、うん、なんかこう、なんかに特化する。えだからこの人ももう宝毛に特化するそう見つからないでしょいやいや、わからないよ。同じ一本毎日取る。いやいや、だから、うん、あの自分のだけじゃなく君の宝毛今宝毛どっかにあえて毛っていうのがないもんで申し訳ございません
いやいやいや、こけしみたいな感じの髪型してますけれども。こっちの髪、こっちの髪じゃないよ。もう宝毛が生えそうなところにはないんですわ。いや、俺知らないうちに生えてると思いますよ。その処理はしてるんでしょうけど、それとはまた別の次元の話でしょ。そっか、宝毛はね。うん、だから宝毛っていうからなんかあんまり自分の中でなんか受け付けられないみたいなと、うんうん、お宝毛っておつけただけじゃないですか。いやいや、いやお宝毛っていうとなんか、うん、あのちょっとどうですか、顎のあたりからあのふわふわふわって生えてない。それヒゲでしょ、生えたらおかしいし。ありがとうございます。とんでもございません。それではね、これいきましょうか。男性の方ですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。息子の高校の卒業式の話、式の後それぞれクラスに戻って子供たち一人一人が親への感謝の言葉、それからこれからの抱負など発表する会がありました。工業高校ということもあって、ほとんどの子たちが就職が決まってて、親元を離れて頑張りますなど涙ながらに話し、感動のムードに包まれてました。うちの息子は広島に就職が決まってて、泣くこともなく淡々と感謝の言葉を述べていました。そんな中、ひときわと母親と離れるのが寂しいと泣いてる子がいて、他の親御さんももらい泣きしていました。後から息子に、あの泣いてた子はどこに就職が決まったんだと聞いたら、あいつ地元研修で2週間実家離れるだけで、あとは実家から通うよ。え、あんなに号泣していたので、なかなか会えない場所に就職が決まったのかと勘違いして、他の親御さんももらい泣きしてるのを考えたら爆笑してしまいましたっていうね。まあ、ただこういうのはね、あの本人たちにしかわからない、実は大変なことがねあって、それを乗り越えられたとかいろいろあったりするんですよ。そうかもしれませんよね。こんなこと言うとね、すごい、あのせっかくメッセージしたのに、そして紹介されたのに俺が恥ずかしめを受けたっていうふうに思われるかもしれませんが、うん、もう一回住所と名前だけご紹介しておきます。いや、住所と名前だけってダメダメ、住所と名前だけだけじゃ、それだけはダメなやつだけ紹介しておきます。私たちには分からないその親子のなんかなんだかんだのね、あの大変なことを乗り越えたとか、もしかしたらいろいろあったのかもしれないみたいなことが分からなかった人っていう、いや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 、そこまで認定しなくていいんですか。それかどうかもわからないし、そうですね、じゃないかもしれない。ただ単に卒業で感極まっただけかも。やめろ。さあ、それからね、これもいきましょう、ゆかりさんですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。夫は教員していまして、校長会、まあ、だから校長先生なんですね。校長会なるものが毎月開かれて、いろんな問題を話し合っているみたいです。もちろんその話の中身っていうのは聞けないんですが、会が終わった後の懇親会の話はよくしてくれて、夫は世の無常を感じると言って真剣に話すんです。まあ、例えばある同僚の退職した校長先生、現役時代と退職後のペットを含めた家族の人間関係の変化、校長先生は犬飼ってて、そのワンちゃん、校長先生の現役時代は毎朝必ず駐車場まで見送りに来てくれて、車が見えなくなるまで見送ってくれる。家に帰ると誰よりも先に車の音を聞き分けて玄関先にお出迎え、散歩の時は歩調を合わせて歩く、膝の上に乗っておとなしくてご機嫌伺いをしてくれる、新聞取ってきてと言うとさっと取りに行って戻ってくる、食事もよしと言うまでおとなしく待ってる、本当に子供以上によく言うことを聞くと喜んでいたそうです。奥様はもちろん、盆正月に帰省する子供さんたちにもお利口さんの犬で通ってましたが、とりわけ校長先生の言うことは絶対で、誰の言うことよりも優先して聞いていたそうです。そんな校長先生が3月末で定年退職、4月からサンデー毎日、毎日が日曜日、ワンちゃん玄関に出て待ってても車で出かけようとしない校長先生、時折奥様から注意されている校長先生、夕方駐車場に行っても車は動いた様子がない、いつも書斎にいる、
すっかり普段のペースを壊して奥様と校長先生の両方を見回してオロオロするばかり。そのうち家の実験が校長先生から奥さんに移ったことを理解したのか、だんだんと校長先生の言うことよりも奥様の言うことを優先するようになり、散歩行くよと言っても新聞取ってきてと言っても常に知らんぷり。膝に全く乗らなくなり、散歩や近くの買い物はいつも奥様と一緒。奥さんの言うことはさっと聞くが、校長先生の言うことは無視し始め、思い余ってワンちゃんを膝に乗せようとした瞬間、ウォッ触ろうとすると校長先生はさぞわびしい思いをしているだろうねと、しんみりしていたうちの夫の話です。